はい、皆さんこんばんは。今回もおなんか飛んでる、フレンドリーな臨時やっていきたいと思います。ちょっと弾なくなっちゃったな。さて、やることはいっぱいあるんですが、まずこれがあるよね。で、遊び場の鍵はもう必要なくなったんで、これは放出しますと。弾なくなっちゃったな。まあ、とりあえずちょっとここを先やっちゃおうか。これ多分鳥かごなんだね。で、前回ここを右下ここ開いて、これ左にすればこっちの上に繋がってるこれに行けたりするのかな。あ、でも行けないか。あのでかい鳥のシンボルが書いてあるね。この中にすげえいっぱい回復とか入ってんだよね。欲しいな。まあ、ちょっと上上がってみよっか。何があるかな。はいはい、でバッテリー入れればいいね。半分空いた。はあ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 、意外に一気に行けるとこが増えちゃって。何をしたら、これ空いた、空いてなくね。あ、バッテリーがこれ切れてんのかな。電気ついてない。あ、電気はつかない。バッテリー不足か。でもこれバッテリー交換するからできないね。まあなんか、あ、ちょっと熱い。なんかあんだろうな。あのね、ごめん、部屋のサーキュレーターつけよう。今日暑いね。今日って今日だけじゃないけどね、暑いのはね。ずっと暑いけど、すごいよね。この間ショッピングモールの、あ、こっち行け、どっちから行こうかな。これこっちはどうなってんの。ショッピングモールのさ、立体駐車場の一番上、屋根がないところに車止めといて、で買い物して帰ってきたら、車の中っていうか車のついてる温度計が43度を示してましたね。43度ってあった。あ、反対側がロックじゃん。なんでこれステージ4につながっている。お、あー、なるほど、行けなかったところにつながってるわけだ。ちょっと今マジで弾ないから。あ、チートテープ、いやー今弾使いたくねえんだけどな。はいはい、うん、2匹巻き込むのは難しかったな。ここにはもうアイテムなしか。まあこれでいけるようになっただけだね。まあ、いろんな方法からアクセスできるようになったわけだ。倒す意味は、まあ一応アンロックだけしとくか。よしよし、ここにはまあアイテムあるね。いや、アイテムなのか、これが開いてないからなのかな。いや、あるな、これ。そうか、あるじゃん。まだあるな。赤くなってるってことはアイテムがあるってことなんだよね。いや、アイテムがどうかは知らないけど、意外とね、気づかないところにアイテムあったりするんだよな。このあ、普通にあるじゃん。いやん、普通にあるじゃん。取りこぼしじゃん。ないね。よし、ちょっと弾回収した。じゃあこっちか。で、ここは、ここはまだ初めて来る。犬小屋がいっぱいあるとこだね。犬小屋、これ犬の餌、犬の餌だ。ドッグフード、犬であることが確定したね。じゃあドッグフードをあげればいいのか。それだけかな。それだけだ。よし、
はい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 。ただそれだけの部屋か。何それだけ本当に。でもまあ、じゃあドッグフードとこれとこれをやろうか。たまねえんだよね。ここどあの上ここどうやったら開くんだろうね。これどうやったら開くんだろう。この大量の玉欲しいんだけどな。あ、開いたわ開いたわ普通に。あれなんで、あれ、あ、逆でよかったのか。何も考えてなかったね。そしたらね、まず玉、玉、すごい玉、はい、ちょっとアイテムもすぎかな。一応全部のアイテム回収しました。玉が復活したのはありがたいね、だいぶね。まあ、ドッグフードとそこのあれやんなきゃダメですね。犬がいる前に調査しちゃおうか。犬が犬、いや覚えられるかなこれ。まずは犬に見つかる前に調査したい。はい、最初の写真撮っていきます。はい、こいつね、名前なんだっけな。私よく頭縛った後に頭殴るやつですね。はい、カエルちゃんね。この子の名前はカエルちゃん。よし、名探偵だな。小屋の中も対象内だったっけ。ここってはいはい、もうアイテムないね。ダメージ受けても、あ、ダメージ受けたら注意になってるな俺。あれダメージ受けたっけ、受けたか、え、受けたっけ。これつか回復コインで使うよりも回復腐るほどあるから。あ、違う、回復使ってもいいね。ごくりごくり。いや、犬がいるところで調査難しいな。いや、こっち見てるな。吠えてて来ないのであれば写真を撮る。はいはいはい。あうあう。で、あそこにリッキーね。で、ここにこいつがいると。どこに何を入れればいいかとかちょっと覚えなきゃな。これ、ここに、ここにもこいつがいる。ここに登れない。うん、あの足音がね不穏だよね。はいはいはい。まあ消去法でいこうか。まず1個目いきます。最初3人だな。スタート地点がここで、3人だね、これかな。はい、で、これここに私がよく殴るやつ、こいつですね。で、ここにカエルちゃん、被害者のカエルちゃん。で、ここが鳥ですね、鳥と、これかな。で、ここにリッキーですね。リッキー1個見つけてないけど、一番端が こいつかな。で、ここがこれのこれかな。よし、 OK。 あ、薬品だ、除草剤だ。よし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 。あれ、この先ってアイテムボックスあったっけ。ないな。
まあ一回除草剤入れてきちゃうかな。元気なワンちゃんだよな。ショットガンあるから一発入れてきちゃう。入れられるもの入れてきちゃうか。そしたら、あ、入るか。入るのであれば入れてちゃう。こうやって合成するんだっけ。まあいいや、合成はいいのか。何ボタン取るんだっけ。あ、そっかそっか。よし、なんかさ、ヒューズ捨てなくてよくなってるってことは、ヒューズってもしかしてまた使うのかな。ね、やんなきゃいけないところはやるけど、やんなくていいところはやらない。殴ったら起きちゃうのかな。まあ、とりあえず殴っちゃったけど、ついやっちゃうんだ。じゃあまず餌やってみようか。なんか餌できそうだね。ダックフー、ダックフード。ご飯だよー。あれ、一匹だけみんな来た。腹ペコだったんだろうな。あら、かわいい。おー、懐いた。ちょろいやつらだぜ。バオーン、逃亡してる。何かくれんの？何かくれんの？何なの？ゴードン、犬を助ける。これは1匹だけなんとかなって、あと2匹はまだ。1匹無力化できたってことなのか。1匹だけ？マジかいな。まあいいや。はい、あと1個だな。はいはいはい、 V ジョルトを作るためにあと1個ですね。ここに何かまだアイテムがあるな。もしかして取りこぼしてるか。まあ、1匹無力化したことによって何か出るかな。ちょっと待って、取りこぼしてるかな。アイテム、まあ、違う、普通にここのこれのことだと思うけどね。それのアイテムのことだと。あ、普通にコインがあったわ。コインか。残ってる謎ってなんだろうな。緑化できた。あと1個か。ちょっと次どこかさ。まだね、三角の場所で行ってない場所があったような気がする。あ、さっきのステージの、そうか、ステージ4か。あとあれだ、ここだ。オフィスもまだですね。ちょっと移動してみたいと思います。はい、そしたらじゃあ次はミュージックスタジオですね。ここはまだ行ったことがないので行ってみましょう。ミュージックスタジオ。距離が近いな。距離が近いな。ミュージックスタジオ。ミュージックスタジオ調査しましょうか。市場調査。1980年2月19日 MFN スタジオ市場調査。近年テレビの視聴率は急上昇し、急増する視聴者を取り込もうと放送局は躍起になっているため、テレビ番組は増加し多様化している。クライムシティやドラマデイリーのような新しい人気番組は、戦争世代が高齢化し、その子供たちが大人の仲間入りを始めたことで、親の視聴習慣を真似るようになり、急速に人気が高まっていると。しかし同時期に私のフレンドリーなご近所さんの視聴率は急落した。調査によると、この番組は6歳以下の層には相変わらず人気あるが、新しい親世代にはこの番組を子供に見せたいと思うことは少なくなり、代わりに恐竜大騒動のような主流番組を好むようになってきている。このため、シティネットワーク放送グループは MFN スタジオにシリーズの基本方針を再考するように圧力をかけているのだ。まあ人気がなくなっちゃったんだね。
なんか戦争と関係がありそうだよね。ポーションだけ、まあ、ここにはまだアイテムがあるな。めっちゃ うるせえな。ずっと喋ってるな、あいつ。音楽スタジオ。ポン。ゴーン。弾。いや、待って。これだけってことはねえだろう。ね。ここに来てこれだけってことはねえだろうから。きっと主要なアイテムがあるはず。弾？あ、これだ。これでいいんだ。これで合成ができるわけだ。なるほど。まあ、ここにはもう二度と来ないだろうから戻っちゃって OK かな。じゃあ戻っちゃいます。あと3階にありますね。確かに。3階。なんだっけな。あれだよね。仮面をつけた部屋か。そこにもさ、早く三角形の鍵も全部これ使い切っちゃいたいので、三角形もやっちゃいましょう。なんか細かいアイテム回収は後でも結局来るからよかったかもしれんね。こいつら無力化しても出てくるから何体もいるってことなんだね。同じやつがずっといるわけじゃないんだよね。俺まだステージ4のさ、なんつうの、宝箱開けてないからあそこも気になっちゃう。うわ、うるさー、うるさー。敵が再配置されてるね。よし、捨てられるな。あれ、釘ももう捨てていいのかこれ。オッケー、アイテムが少し楽になったぞ。よし。でここはどっから声がする？あ、下か。下か。うん、はいはいはい。2階の連絡通路だね。ここは会議室のような。まだなんか赤いとこあるな。あ、シークレットね。シークレット。シークレット。で、コイン。なんか大したものなさそうな気がしない？なんでこれバナナとか、しかも遠いなこれな。あ、それだけ、それだけでしたね。こんなにもったいぶる必要もなかったな。コインだけでしたね。むしろこいつら復活して、よし。じゃあまあでもこれで合成するものは揃ったので、あとはじゃあ合成して V ジョルトじゃないけど作っちゃいましょう。では戻ります。はい、それでは合成する場所まで来ました。ということで、これなんか別に難しく考えずに合成しちゃっていいのかな。ちゃんとやんなきゃダメですね。じゃあファイルを見てチェックしていきましょう。ガーデン。いや、この秒数。ステップ1は入れました。蛇口を使って水を出す。あ？水。てかこれそんなに考えないで適当にやってなんとかなったりするのかな。蛇口を使って水を出す、これか。まあ適当じゃダメだよね。で秒数って難しくない？なんか赤1に赤を1、2、本当それでいいの？緑12秒一個やっていこうね。1、2 本当に
で、さ、で、青3、4秒。青3、3、4、緑2、3。1、2、3。1、2、3。OK かもしれん。チーンって言ったわ。液体古くて汚い。合ってんのかこれ。でも1回しかできないってことは多分そうなんだろうな。よし、じゃあホテルのエレベーター行きましょう。いよいよ最後ですね。おそらくホテルが最後なんで、これで決着がつくか。さて、それではいよいよ最初のホテルに帰ってきましたと。ここに液体をぶち込む。よし、終わらせようと。なんかこの辺とか結局何もしてないけど、これよし、まあいいや、行っちゃいましょう。このホテルはもう一気に上まで行っちゃうのかな。当初の目的通り。今何階だ。まあもちろんないよな。一番上まで来れたのかな。ちょっと待って、これアイテムとか持ってこなかったけど、回復1本しかないな。終わらせようっていきなりボス戦だったりする。反省その1、街の暗い明かりを一人で、街の暗い通りを一人でさまよう。この辺りは閑散としており、ハゲタカが死体をつびばむように集まってくる企業によって引き裂かれている。崩れ落ちた建物、ひび割れた、舗装道路を光る粉々になったガラス、パンクしたタイヤにもたれかかったままのたるんだ車はまるで戦闘地帯がこの街の中心に出現したかのようだ。信号機のコミカルな輝きはあらゆるものに幻想的で夢のような雰囲気を与えている。カーテンが引かれた窓の列を数えると、それぞれ暗いアパートで誰かが一人でテレビを見ているのを隠している。うずくような恐怖が体の深部から苦しめられる。黒い穴の縁に立たされ、虚空でいいんだっけ、に飛び込んで永遠に失われてしまいそうな気分だ。私は孤独だ。この町の中心でさえ私はずっと永遠の孤独なのだ。反省してますね。何をそんなに反省してるんだい。ちょっと一旦セーブしてきていい。ごめん、俺セーブしなかったね。ごめん、ちょっと。はい、じゃあセーブと回復を持ってきました。早速行ってみましょう。これで大丈夫だと思う。立ちそうだな。なんだ、絵で描い、回復普通に手に入ったな。ちょっと持ちす、ラスボスとかそういうことじゃなくてまだ続きっぽそうだね。クレヨンで描かれた部屋。つか新しい敵かこれ。なパズルのピースだな。おい、聞かないな。あそこも光ってるけど、とりあえずどっかで地図手に、あ、いい、なんだよ。エピソード478の台本、アーノルドの妄想ペイントハウス。リッキーが中にあると、アーノルドのペイントハウスは大混乱に陥っていた。家具はひっくり返り、階段、段ボールシートは壁から引き剥がされ、美術品は床に転がっている。アーノルドは隅で箱の中を調べている。アーノルド、どうしたんだい？何を探してるのかい？アーノルドは顔を上げる。猫を探してるんだ。猫がいなくなったのか？くまなく探したか？探したよ。キッチンを探したか？寝室は中庭はどうだ？アーノルドはうなずく。彼はヨタヨタとピアノに近づき、リッキーに楽譜を差し出す。曲を書いていたんだ。なるほど、歌えってことだな。それに応じるようにアーノルドはピアノを弾き始める。リッキーは歌を歌う。
猫のために嘆き、猫がいなくなったら悲しい、どこにいるんだ猫、猫猫猫猫を探してますね。は？ちゃんとしたものらしいね、段ボールだけど。回復いらんかったな。保管保管保管、回復1ありゃいいや。ボムもいいや。ここにセーブあったんや。もういや、それそこ、いちいち戻った意味とは。調査する、なんだ、あ、ダンボール缶のソーダ缶手に入ったな。ソーダ缶、うん、反対側がロックされてる。ロックじゃん。ソーダ缶で、こっち側は開かないのかな。音うるせえなこいつ。開きますね。これ動かない？動かないね。全部が段ボールで作られてる。鍵か？あ、新しい鍵。あ、なるほど。バイオのショットガン方式ですね。するってと、回す ?1、2、3、4、5、なんかね、順番みたいだね。この鍵がなきゃダメなんだけど、まあ端から一応調べてみるか。今は調査パートだ。俺最後かと思ったら全然まだこれくらいあったな。いやー、謎解きがいっぱいある。I was never good at cooking. 料理か。あ、鍵のマークがついてんな。なんかこう順番でやっていけばいいってことか。うわうわ、はいはいはい、お菓子ね、料理番組だ。これ冷やせるってことかな。うん、これはここは洗える。これは多分煮ることができるとか、切ることができるとか、切る、あー、なるほど、料理をしなきゃいけないわけだね。ちょっと大変だな。ちょっと待って、これを、お、まあ、これ調理方法か。なんかアイテム2個使って何かをするんじゃなくて、牛乳をこのレンジかなにすると何かになる。で、その何かしたやつを切るとバナナになるみたいな感じなのかな。どういう原理だか分かんないけど、まずは牛乳を、これかな、で待つと、RX、 はいはいはい、これになって、これを切るとバナナになると。ダンボールバナナが完成した。いや、ま、マスでかいな。ちょっと待って、でかいな。で、次が、トマトを切ると。トマトを、切ると、なぜか瓶になると。で、瓶になったやつを、レンジにかけると。料理ですね。いいね。料理のゲームやりたいね。いや、実際に料理はしたいわけじゃないっていう。はい。で、2つできた。アイテムワーク、あ、ちっちゃいな。よしよしよし。で、次は缶詰。なんだこれ、缶詰を温めんのか。温めて、は、何これ、まあいいや。缶詰を、缶詰直接か火にかけちゃダメだよ、危ないから。
これなんだろうね。20秒。あれ合ってるよね。何も起きないな。あ、まあ20秒目を離すってこと20秒目バツってどういうこと。20秒間見るなってこと。チョコレートバー20、あ、できた。20秒間目を離すなのかもしれないけど、まあできましたねよくわかんない。で3つを5秒間冷やせば鍵になると。はいはい。1、2、3、4、OK。 これが多分鍵もどきなのかな。鍵の効果はないよってことなのかも。でも偽の鍵になるわけだ。 OKOK。 これ流しは使わなかったね。まあ使うのかなそれ。よしよし、解けた解けた。おお、復活せやがったな。でここに偽の鍵を置くと。バイオ方式ですね。 OK。 よし、じゃあ3つ目の部屋行ってみよう。3つ目の部屋はこれは子供部屋かな。ね、かっこいいベッドがありますね。はいはいはい。空き巣は下から。トークンだってこれ。これトークン本物？本物っぽいね。はいはいはい。パソコンか。何これ。ログイン。カム A B。あ？Sounded like that came from the other room。そうね、なんかどっか別の部屋から。なんだ？まあちょっと待って、 いろんな部屋行ってみようか。よくわかんねえな。これ開くんじゃないか。あ、パズルのピース、ダクトテープ。マップってある？マップまだないか。こいつ動かない。あ、これだ、マップ。よかった。あ、この辺、あ、チョコレートバーか。チョコレートバーはまだ取ってないわ。ここ開いたか。ダクトテープ、この辺開いてもなし。とりあえずやっちゃうかな。まずパズルのピースはめちゃおう。あ、全然足んないんだね。そしたらわかんないのがここだね。ちょっと待ってね、さっきの本が気になるんだよ。本が気になる。1でこれ、ちょっと待って、これ写真撮っとくかな。さっきのパソコンもなんかこんな感じの絵が描いてあったような気がしたんだよな。気のせいだな。2がカラーバーみたいなの。4が配置。いや、関係ないか。関係ねえかな。関係ないね。何の音？ね。ジージーって言ってるよね。なんかどっかがこれには。
これ今閉まってるよね多分これね。でこれが多分開いてる。あ待って待って待って、でかい家のところか。ここだ。バボバボカムカムカムバブバボー。あったあったあった、オッケー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 。あと反対側も開くね多分あれね。よし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 。そしたら他の項目もあるからちょっと待ってね。まず1個これを終わったね。これね閉じた。これ A だった今 B 今 B だったよね。じゃあ A の方の扉も開ける。どうよどうよ。これでそしたら両方とも開くんじゃない。敵増えてんな。ちょっとショットガン使いすぎだな。調査する。これ鍵のアンロックした。開ける扉。いやーちょっと待って、移動しちゃうとちょっと。あーでも反対側いけんのか。もっと調べ物したかったな。まあでもいいか。裏側に回り込むんだ。いやなんかもうちょっといろんなことが起きすぎて。プールかすごい賑やかだ。ここにアイテムはないね。あーこれやるしかないな。あいつ足速い、足速いね。よいしょ。あさっきのやつだ、さっきのやつだ。パソコンの他のやつも見たかったけど、ねこれ1番、こっち何の反応もないのか。1番2番がなんか狐みたいなやつ、2番で3番がカラーバーみたいなやつ、こっちかな。で4番がなんか穴だらけのやつ、これかな。で5番が果物。他にじゃないよね。はいはいはい。ああピースあった、オッケー。よしよし、サクサクやぞ。なんか明るいね。なんかよくできてるよね。ちゃんと絵で描いて表現されてる。なんかおかしくなってしまったのかなって感じ。もうアイテムないね。よしアイテムチェックしないといけないので、ちっちゃいやつがいるとこれ。マイフレンズマイフレンズ、声がかわいい。この通路にはアイテムはないと。あるの。これで反対側もあったと。よし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 、ピースもあるし。あこれ取ってない。そしたらここで開けられるね。パズル揃ったんじゃないの。めっちゃ揃った。でめっちゃ揃ったところでちょうど時間もいいので、今回じゃあここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。